はい、皆さんこんにちは。坂キャッチでございます。11時半を回りました。日経平均はですね、マイナス66円で前場終わりましたかね。はい、行きましょう。ニュースポスト7でございます。最近、月に1本ぐらい減りましたね。なんか昔月に2本ぐらい出させていただいてたような気するんですけど、まあ最近ねマンション市場話題が少ないんでね、そのニュースポスト7でございまして、こんな記事見つけて面白いなぁと思いながら読んだのが、泉ピン子、えなりかずきと絶縁継続中、ラジオであのガキと激怒。女性セブンからですって。いやーいやー、泉ピン子さんの写真が出てますけど、なんか この人ね、頭いいでしょ、泉ピン子さんって。怖そうですよ、なんかほんまに。行きましょう。10月23日、泉ピン子、かっこ74歳。もうそこまで行かはったん。和田アキ子、71歳。まだ71歳の和田アキ子で。のラジオ番組、ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に1000回。日本放送に生出演。ピン子が怒りを込めてこう叫んだ。誰のおかげであのガキも本当にって。ガキ呼ばわりしたのはえなりかずき、かっこ36歳のこと。もう方は36歳になったんですか。最近お見かけしませんね。というか、私テレビ見ませんから。でも時々映ってるんですよね、テレビが。で、そこでヒーッとこう、見ると同じ見ることあるんですけど、なんか、この人あれでしょ、バラエティに向かへんでしょ、えなりかずきさんって。なんか昔々もうですね、十何年前に一瞬バラエティに出た反応見ましたけども、なんていうか喋れないというか、こう面白いこと言えないですね。真面目ないい青年という感じでしたけど、もうおっちゃになったんですね、36歳。行きましょう。2019年に報道された自身とえなりとの共演 NG 問題がまだ尾を引いていることを告白した。騒動から2年、あの親子問題を決着するどころか溝を深めていた。なんかね、えなりさんがピン子さんのそばに行くとですね、ジンマシンが出るとか言って、だからもう嫌やねんみたいなことを言わはって、それに当然ピン子さんがなんやねんみたいになって、バチバチバチってなって共演 NG になった。でもなんか渡鬼がですね、最後に3年前やってましたけど、その時は一緒の場面がないようなストーリーにしてですね、橋田壽賀子さんが脚本を書いてなんとかこうやったというふうに出てましたね。ここにも書いてありますけど、不仲報道の決着はついていないと思っていたのですが、まさか生放送で暴露してしまうほどこじれているとは、点々。アッコさんも驚いていましたよ、各芸能関係者で。なんでね、昔仲良かったんですね、子供5歳から出てるんですよ、何かすけさん。なんかそんな気もしません。5歳からって言うと31年前ですか。31年前は私はですね、28歳ですか。えらいじじいになりましたね、私もね。私ね、渡尾にね、1年ぐらい見てたことあるんですよね。それはどうでしょうね、35、6歳の時かな。まだえなり君がですね、大学受験をするような場面でしたね。で、ドラマ上では東大に入らはるんですね。作りすぎや、そんなもん、ほんまにと思いましたけど。東大に入らはるところあたりはちらちら見てましたけど、まあ、その後見えひん。まあ、大体あれでしょう、じゅんぐりですからね、あれね。人通り見てしまうと、ああ、またかいな、この方がかいなという感じで。あのね、中華料理屋幸楽ってやったはったんですけど、中華料理屋っぽくないって。いつも白衣が何も汚れてないって。お前、中華料理作ってるか、お前、みたいな。見てましたけど。でね、なんていうか、ピン子さんが、こう、かなり、こう、私生活まで口を出してたんですって。あんたの結婚相手は私を認めないとダメよ、と冗談とも本気ともつかないことを言っていました。
子供の頃なら良かったけど、そういう発言が大人になってからも続いたんですって。で、えなりさんね、お母さんがマネージャーなんですよ。まあ、そりゃそうでしょうね。5歳やったらお母さんついてこんとね、いろいろまずいですから、でそこから始まってずっと、もういい加減ね、あの大人になったら、そんな別にお母さんでなくても良かったんでしょうけども、やっぱりお母さんが来てたんでしょうね。それで、そのお母さんが切れてしまったらしいですね。で、多分、で、マザコンなんでしょうね、小枝崎さん。あ、まあ、そういうこと申し上げて失礼かもしれないですけど、母親離れできなかったから、お母さんとピン子さんの仲が悪くなったら自分もだん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 悪くなってきたということになったのではないかなと勝手に想像するんですけども、結局未だピン子さんの方は怒ってらっしゃると。でえなりさんが一生懸命ですね、橋田壽賀子さんに謝罪の手紙を書いたらしいんですけど、橋田さんも怒っていてですね、えなりさんに。でその手紙を読まなかったというような、こう、まあ、なんていうか、ドロッドロッとした話が書いてあります。あーって感じですけど、別にあの綿鬼がなくても私は生きていける人間なんで、どうということもないんですけども、そのピン子さんってなんかこう、和田アキ子もそうですけど、どう言いましょうね、芸能界のドンみたいなところが、なんかありますでしょう。やっぱりあの世界ってね、なんと言いましょうね、その我々テレビに映ってるところしか知りませんけど、テレビに映ってないところではものすごいヒエラルキーの上下関係がある世界ですね。だからどう言いましょうね、えばってますよ売れてる人は。誰がとは言いませんけども、私も時々呼ばれていくんで、へえって。めったに呼ばれませんよ私の場合。今やもうこのコロナ始まってからスタジオに呼ばれたなんて1回か2回ですね。うん、でたまにそのキー局に行きますとですね、楽屋のあるところ、まあ、を歩いてると、ものすごいこう有名なお方がこう歩いてきたりするわけですけども、もうなんていうかこう周りのスタッフがもう腫れ物に触るようにこうやってる。うわーすごいわとか思いながら、僕なんかひたすらですね気配を消してヒューッとこうすれ違うような、で、あのあれですね、で、どう言いましょうね、その僕らはただあのゲストのコメンテーターですからですね、なそんなあのあれですね、すっと行って座ってるだけで、あの共演者にはよろしくお願いしますって言うだけなんですけど、あのタレント系の方っていうのは必ずあのヒエラルキーの下の方がですね、上の方に今日はどうぞよろしくお願いしますって挨拶に行ってるんですよ。いやあれ見てて、あすごいわすごいわ、よかった俺ら先生でと思って。いやだからね、コメンテーター枠って僕ら芸能人扱いされませんから、僕なんかこんにちはとか言ってしまうんですけど、向こうは絶対的におはようございますなんですね。で、まあ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 あれなんですよ、私はだからもうどこまでも素人で、素人扱いしてもらうと嫌でほんまにと思って、芸能人ちゃうしなって違うんですけどね、と思いながらあの世界を見てて、うわー生きにくい世界ねんろなこれと思いながら見てますけども、そんな中でもですね、和田アキ子さんと泉ピン子さんはあの女性のタレントを通してですね、泉ピン子さんはまああのタレントというよりも役者さん女優さんですよね。まあでもこの方元がお笑い系のご出身でしょ。で和田アキ子はね、もう皆さん誰もが認めるドンですから、でまあこの2人がね仲がいいんでしょうね。だからついその生放送のラジオ番組で、あのガキってしかしこう睨まれてるえなりかずきさんね、あのなんと言いましょうね、最近どうなんでしょうね、そのあの最近のあのタレントさんっていうのは、本業が俳優さん、演技をするのが本業の方でもですね、番宣とか出てきてですね、普通のこう笑いタレントみたいなことをやらされるでしょ。でそれを上手にできる人は呼ばれやすくない、呼ばれやすいんでしょうけども、上手にできないとなかなかね、局も呼びにくいですね、扱いに困りますんで。でえなりさんなんかそっち系のバラエティ系のに呼ばれにくいタイプなんで、あれですね、役者の仕事、ドラマの仕事とかが入ってこないとですね、なかなかこうやりにくいんでしょうね。しかもキャラがですね、少年キャラでしょ、えなりさんってこう悪役ができなさそうな感じでしょ。少年か熱血キャラか、こうよくよくものを考えるようなそういうキャラのような気がしますけども、そうするとやっぱりね、綿鬼のイメージが強すぎてですね、うまくこの自分の殻を抜け出せないようなポジションに今追い込まれてるのかいなと勝手にですね思ってしまって、でその上にそのピン子さんに睨まれてギエって言われて、うわ嫌やわ
いやー、昨日、一昨日ですか、選挙を見ながらいつつくづく、ああ、よかった、俺、政治家に並んでよかった、よかった、本当にね、50過ぎた頃からね、ひしひしとそう思うようになりました。もう40ぐらいの時から、まあ、よかった、俺、浮いてへんかったわ、と思ったんですけどね、あんな朝早起きて、駅の前で立てへんやん。まあ、それと一緒で、タレントも大変やなと思う、旗で見ていて楽そうな商売ではないですね、少なくとも。はい、ということで、このニュースポストセブンのサイトを貼っておきますんで、私には半分も読んでないかなと。詳しいエピソードとかいっぱい書いてあるんで、お好きな方は行って読んでみてください。はい、どうもありがとうございました。